今日はですね旅行用のしっかりした三脚が必要になりましたので、えー、検討ししして購入しましたでもちろん三脚は大小合わせると何十本あるのかよくわからないくらい、えー、持ってるんですが、えー、従来旅行の時にですねよく持っていったものプラス、えー、もう一本もうちょっとですねしっかりしたものが欲しいなということで 検討をしました。今回の内容ですが、まあ、こんな感じでやりますえ。項目が多いですけど、まあ、さっと短めにお話ししますね。最後の仕様のコツっていうのは知らない方も多いと思うので、まぜ、あ、ひお聞きください。で、以前、レオフォトの三脚のレビューをやりましたが、これですね。こちらは車に積んでいくっていうことを前提の、まあ、長い長くていい三脚でしたね。今回は長さの制約がまあ、第一条件で選んでます。 まず1番ですねトラベル三脚とは何かっていうことですが一般的に収納時に足を180度反転させることでこんな感じですね縮長を短くしてコンパクト化を実現した三脚のことをトラベル三脚って言ってますこれはジッツォが発明したやつですね私も持ってますベルボンのこの UTC シリーズですけどね ただまあ結局足の長さだけの話なんであまり意味がありませんね。2番、えー、よくおすすめされてるものですね。あのいろいろ調べてみると大体いい共通といいますかこう,こういうところがおすすめされてます。ベルボンの UTC シリーズっていうのは私が従来ずっと使ってきたやつですね。私の製品は、えー、このシリーズの最初のもので一番太いやつですね。63のやつですね。 これはグッとひねってパッと伸ばせる独自のウルトラロックっていうのを採用してますねそこが特徴です長所であり欠点でもあるんですけど意外と太いので,です、ね、頑丈でもありますまあ伸ばしちゃうとダメなんですけどねこれを従来旅行でよく使ってましたえもう一個マンフロットの B フリーっていうやつですかいわゆるトラベル用の三脚のと話が出るとよく出てくるやつですねえマンフロットは私三脚自体は持ってないんですけど えー、ジュニアギアウンダイってやつと、まあ、ちっちゃな三脚ですね昔マンフロットのフォトコンで入賞してもらったやつなんかがあります、えっと、あんまり使ってないですけどねでスリックのエアリーっていうのがこれもよくおすすめでありますねでスリックに関しては、えー、っと大昔ですね中学生ぐらいの時に買ったものがまだあります、まあ、使えますね使いませんけど使えますで昔は三脚といえばまずスリック っていう感じでしたねあと割と出てくるのがこのバンガードのやつですけどバンガードも私あんまり馴染みはないんですけど最近で言うとストーンバッグを買いましたねジッツオのジャイアントにこれをつけてます割としっかりしてますねでこれもあんまり馴染みがないんですがベンロっていうところがありますねトラベルフラットっていうのが紹介されてましたまあ私はあんまり馴染みがないんですけども岡山の知り合いが使ってるのを見て 結構太くてしっかりしてるなと思ってちょっと気になってましたね。この辺りと、まあ、トラベラーの元祖実祖のトラベラーがよく紹介されてます。3番私の条件ですけども、えーまあ、三脚は持っていける大きさや重量の中で可能な限りしっかりしたものが欲しいということで、まあ、条件はこんな感じですね。縮長、あの畳んだ時の長さが、 45センチ以下と。まあ、これは何でかっていうと私が持ってる旅行用のスーツケース国内旅行用のスーツケースの手荷物の最大サイズですね測ってみると4 6センチぐらいだったんですけど4 6 5センチの三脚があるんですけどそれ一応ギリギリ入ったんですけどかなりきついというかちょ,ちょっとだけ横にしないといけないんでやっぱり4 5センチ以下ということで。 国内の手荷物の条件航空会社によって微妙に違うんですけどねだいたい4 5センチ以下であればどのようなバッグでも手荷物として持っていけると思いますこの条件はたまたま私がたまたまというか私が持ってるバッグでこれならちゃんと入るねっていうことで条件にしてます第一条件ですねまあちなみに結局そのバッグは持っていかなかったんですけどね、はい 次にまあしっかりしてるってことでパイプ径はやはり2 8ミ、mm、リ以上は欲しいなという感じですね通常使ってるサイズのやつは3 2ミ、mm、リぐらいが多いので、まあ、トラベル用ということで多少細くはしても2 8ミ、mm、リより細いとちょっと嫌だなという感じですね特にトラベル用のやつってのは5段とかになっちゃうんでそうなるとパイプの先はかなり細くなりますからね むしろ通常使ってる3段なんかよりも太いのが欲しいところですねで、まあ、条件しっかりしてることっていうのはまあ当然ですがこれはなかなかあの数値で表現できないので、えー、まあ触って選ぶということで載、えー、せてますでまあ高さですけどね縮長が制限があるので割と高さが足りないやつが多いんですけどまあなんとかアイレベルまであればいいなという感じで条件にしてますあとまあいちいち言いませんけどカーボン とかナッットロックっていうのはまあ当然だと思ってます4番その前提でその条件での候補ですけどえまあ私の場合ですね私の最近のお気に入りであるレオフォトから検討していきましたえその他で検討してたのはジッツのトラベラーですけどまあお高いんでね、まあ、旅行用としてはどうなんだろうなって感じを持ってました まずは前回の三脚選びの時にも話してました 365C ですね K が36ととっても太いやつでトラベル用で買うとしたらこれがいいなって言ってたやつですねでまあこれを見てみたんですが残念なことに 480mm ということでアウトですね残念仕方ないのでまあ一段細いやつですねまあ現実的にはこれぐらいがいいとは思うんですけど 3二、ね、なんであの3二三と同じ径で、まあ、扱いやすいですし十分太いと思ったんですが残念ながらわずか1ンチですけど、まあ、ちょっと長い、まあ、無理やり詰め込んでいけないことはないですけどちょっと厳しいなという感じです。ならばということでまた1段落として、まあ、パイプ径2 8ミ、mm、リ以上であれば OK という条件だったんで。 285ですね見てみますとなんとこれが 456mm と非常に微妙ですが微妙に入らないんですよね斜めにしていいんだったら325の方がいいですよねなんでこんな変わんないのかなと思うんですけどねさらに下げて見てみると255であれば収まりますきれいに 44cm 収まりますねししかなながら25なんですよね うーんちょっとやっぱり細いかなということでなかなかレオフォトはですね条件に合うやつがありませんでした。まあ、ということでジッツォの方をちょっと見てみるとですね、まあ、ちょっとお高いんですけど1型2型とありまして、まあ、最初1型考えたんですけどね 2545T は収納高 44.5cm ぴったりですねで中部径も 29mm と条件を満たしてます。 1>, 1型の方を見るとですね、収納高は短くていいんですけど中部径がやっぱり5番結果ですね、まあ、結局のところトラベル用といっても作品作りに使うので、まあ、妥協はしたくないなっていうことでレオフォトだとどうしても細くなっちゃうっていうところがありまして実ッのトラベラーを選びました。 最初はですね、実装の1型のトラベラーでいいかなと思ってたんですけど三脚の、まあ、詳しい方にいろいろちょっと聞いてみますとやっぱり1型だとちょっと不安だよっていう話なんでこだわるならやっぱり2型の方がいいよっていうことで2型の方のトラベラーを選びました、まあ、通常のトラベル用としてはベルボンもありますし他に小さめの三脚っていうのはたくさんあるんで、まあ、この際ですねあの、まあ、文句ないようなしっかりしたやつでということで 実の2型ですね。6番、使用感ですが、まあ、使ってみましたよく言われる言い方ですけど控えめに言って最高ですねまずデザインいいですね質感いいですね使うのがもったいないほどの出来栄えですねカーボンも本当に綺麗れです、まあ、ガンガン使えますけどねで、まあ、持った瞬間に分かる剛性感っていうのがあります まあ、とにかく持って使ってみればそのしっかりした作りは分かっていただけるでしょうでセンターポールを伸ばさない状態で全高が142センターポールを伸ばしたら165.5センチですねこれにカメラの高さも加わるんで、まあ、身長180センチぐらいの人でもアイレベルにはなると思いますね、まあ、高さ的にも,も問題はない、まあ、いざとなったら高く使えるよと、まあ、私は使いませんけどね 欠点もありますまず感じたのが足の開閉の際のネジ、ネジやや硬すぎますね、まあ。もちろんこれは調整できます。調整すればいい話です。あとですね、トラベル用と言いつつ、あのマクロ用といいますかね、ローアングル用にも使いたかったんです。というのは、ベルボンのあの UTC は今でもそうなのかちょっとわかんないですけど、センターポールですね。 固定なんですね。あの下に下げられなくって、えー、もうちょっと低くなるかなと思ってたんですけど比べてみるとベルボンは足がもっともっと低く開くので結局このベルボンの方が低いということになっちゃいましたね、まあ、ちょっと残念またあのショートポールに付け替えないといけないってのも若干面倒ですね あとその太ネジ細ネジの反転式のスクリューを備えてますが、まあ、ここはレオフォトのようなそのまんまでどちらも使える方がいいかなと思いますまあこれぐらいしかないっていうところですね、まあ、割とどうでもいいところです、えー、総合的に大変満足してますね7番雲台選びですが、えー、最初はデザインの統一と、まあ、よく考えられた収納性っていうのがあってジッツオのキットにしようと思いましたが まあ最近は改良されてると聞いてるんですけどやっぱりジッツォの雲台はあまり評判が良くないようなので、まあ、三脚の達人におすすめ雲台を選んでもらいましたそれがアルカスイスとこのリアリーライトスタッフとマーキンスのやつなんですけどマーキンスのやつはジッツォのトラベラー自体を意識して作ってて、まあ、評価も高いっていうことでそれを購入するつもりでしたただあの、 まあ、コロナ禍もあって、なかなか本体見に行けなくてですね、手持ちのレオフォトの MBC20 というちっちゃな雲台を持ってますが、前にツイッターでちょっと紹介したやつですけど、かなり頑丈なやつですね、小さいですけど。これを装着してみると、ちっちゃくて、まあ、結構バッチしてます。デザインもいいですからね、この雲台ね。この雲台はちっちゃいのにとってもしっかりしてるんで、当面はこの組み合わせで使ってみます。 でちなみに西表島にはこのセットを持ってって活躍してくれましたね8番、まあ、使用のコツっていうことで、まあ、ちゃんとした三脚だと足の伸縮は、えー、ナットロックが圧倒的に多いと思いますナットロックなんですけど不慣れな方だと1個1個ぐるぐる回してしまいがちなんですよねでレバーロックタイプと比較してこの設置に時間がかかってしまいますねそれをやってしまうとで実は ナットロックのちゃんとした製品は、まあ、ぐるぐる回したりして、えー、締めたり緩めたりする必要はなくて、まあ、90度程度ですね、えー、ナット部分を握って手首をクイッと一ひ,ひねりすることでロックアンロックすることができます、えー、特にジッツォのこの G ロックってやつはこの辺りがよくできてるんで手に馴染むような格好をしてますで手の大きさにもよりますが慣れれば 1>, 1本の足の4箇所のナットをこうギュッと一度に握って4つのナットを同時にひねってアンロックすることができますこんな感じですね結構楽にサッとやることができます動作をマスターしてやればナットロックは素早く設置することが可能になりますご存じなかった方は是非是非やってみてくださいまあ出来の悪い三脚だとダメかもしれません、はい この辺も実用のトラベラーはよく考えられてましたまあ、皆さんもぜひ実用を買いましょうそれでは今日はこのあたりでご視聴ありがとうございました